2点差で迎えました7回裏得点は1対32アウト1塁2塁ピッチャー第9投げたセンターへ持ってったセンター下がった下がったホームランピッチャー投げたホールドセンターだグロマティは追わないホームランセンターへこれも行くのかこれも行くのかこれも行ったーホームラン とということで、ね、今回は作るのがねちょっと大変ですけども、えー、作ったらね、えー、お家の人とそれからね学校のお友達と、えー、ワイワイ楽しめてですね夏休みの工作で作っていったらこれねヒーロー間違いなしのこちらの、ね、ダンボール野球ゲームを作りたいと思います。ワンツースリー 今回の材料はこちらです。まずはビーズですね。えっ、ー、と、100円ショップとかでね、売ってます。えっ、ー、と、まあ、ビー玉とか、えっ、ー、と、パチンコ玉でもいいんですけども、重さとか、えー、入手のしやすさでこちらを選びました。続きまして段ボールですね。えっ、ー、と、これは A4 サイズ以上のものを用意してください。で、こちらはですね、<laughs> よくジュースが入ってるね、段ボールありましたけども、それをね、切り取ったものです。 まあね、あの皆さんの好きな大きさの段ボールを、えー、2枚用意してください。で、それからストローですね。で、ストローなんですけども、太さの違うものですね。ちょっとこれケースに入っちゃってるんで、出しちゃいますかね。太さの違うものをこう、刺して使いますので、えー、2種類のね、太さのものを用意してください。で、それから厚紙です。これはね、えー、壁とかを作るのに使います。道具はこちらです。 ハサミ、カッター、セロハンテープにガムテープ。この辺は、ね、いつも通りですねで。それからマークをつけるための鉛筆。まあ、消しゴムも、ね、あれば消しゴムを用意してください。えー、それからタコ糸、糊で,ですね。今回の糊は、えー、いつも通りですね、面積たくさん塗りたいので、 えー、太いもの。できればね、ちょっと強力なものがあるといいと思います。なければ、えっ、ー、と、木工用ボンドとかね、ちょっと今回用意できなかったんですけども、木工用ボンドがあると、それもね、結構便利です。で、それから、画描を、えー、定規、まあ、30センチぐらいのものがあれば OK です。で、それから、えー、色ペンですね。まあ、あの、模様を描いたりするのに使う色ペンです。 じゃあね、それでは早速作っていきましょうまずは、えー、と球場を作るんですけども球場ってねダイヤモンド型というか、まあ、ダイヤモンド型でねこのまま使ってもいいんですけどもせっかくなんでねちょっと扇形を作りたいと思いますで扇形を作る時なんですけどもこちらのね、えー、とまず段ボールをですねちょっと斜めな感じに置いてたこ糸ですねタコ糸をピーンと張りましてまず左側をこっちの手前に合わせますでそうしたら 端っこにですね当てていただいてこうクーッと回してあこっちちょっとオーバーしちゃうんで短い方に合わせますで短い方にちょっと糸を長めに取っておいてですねちょっと難しいかもしれませんけども鉛筆をねこうちょっと巻きつけてあげてこの端っこに合わせたらえー、とここね、えー、右と左しっかりペンとこっちでこっちですねこっち側をしっかり押さえてですねピーッと。 引いてあげますそうするとよいしょはいこういうね綺麗な、えー、アーチが描けますでそしたらここをね、えーで切りますえー、こういうものができましたら今度はですね段ボールをもう1枚ですねここ合わせてですね えっと、ここに線を引いてもいいですし、そのままね、直接カッターを当ててもいいので、えー、2枚ね、同じものを作ります。はい、これね、2枚作りましたら、えー、もうちょっとね、書いちゃってるんですけど、まずはですね、真ん中にこう線を引きます。ピート。と。で、そしたら、こっからですね、まあ、7、8センチぐらいのところかな、に、えっ、ー、と、まず十字を書きます。で、そしたら、両サイトに、えっ、ー、とですね、2センチかな、2センチずつぐらい取りまして、 ここにね、十字を打ちます。ここにね、えー、バットの差し込み口を作りますので、ここにね、ちょっと十字を打っておきます。で、そしたら、そこのね、えー、十字のところからまた、10センチぐらいかな、えー、離しまして、えっ、ー、と、ピッチャーのね、球が出てくる部分を作りたいので、そしたらですね、ちょっと間を置いて、ここね、あんま短すぎると打てなくなっちゃうので、からといってね、今度長いとこ、ホームランゾーンとか作れなくなっちゃうので、えっ、ー、とですね、 まあ10センチぐらいかなのところにえ使う玉のね4つ分ぐらいの四角を描いてえーとですねここをくり抜いていきますくり抜きましたら先ほどね作ったやつとぴったり重ねてですねえーちょっとねずれないように気をつけながらまずはねここの間をこう四角ね鉛筆でえなぞります、えー、続きましてですねここの十字の部分ですねバッと刺すところに画鋲をですね刺しますこれ机まで貫通しないように気をつけてくださいねプシュッと で、抜きます。で、反対側も、プシュッと刺します。で、そしたらですね、ここをまず、えー、っと、カッターで切り抜きます。切り抜きましたらですね、こう重ねてみて、ちゃんとね、穴が重なることをね、確認してください。そうしましたら、上の盤面ですね、下の盤面はちょっとしばらく使いません。上の盤面に、えー、っとですね、実際の、えー、野球のね、おもちゃありますよね。あの辺を参考にしながら、 えっと、アウトの穴とか、えー、ヒットとかホームランとかね、そういう穴を、えー、開けていきます。ボールね、ぴったりすぎるとまず入んなくなっちゃうので、ちょっとね、えー、気持ち大きめぐらいに穴を開けていくのがコツです。